こんにちは、バイアンドです。今回は何についてお話しするかというと、好きな子に渡すとヤバいプレゼントの選び方についてお話ししていこうと思います。このヤバいっていうのはいい意味も悪い意味もどっちもお話ししていこうと思います。というのもですね、今までに結構プレゼントの渡し方について質問いただいたんですよ。プレゼントっていろんなシーンがあると思うんですよ。例えばご両親だったりとか、仕事仲間だったり、結婚式とか、そういうおめでたいことがある人に渡すっていうのもあれば、もちろん今ね好きな人がいるとか、彼女さんとか、まあ、彼氏さんとか、こう使えるものだと思うので、プレゼントの選び方ってなんかこう知識としてあるだけですごいこう喜んでもらえるようになるのはすごくいいのかなっていうふうに思います。それでは今回も最後まで楽しんでいってくれたら嬉しいです。ではせーの、バイ&チャンネルスタート。早速なんですけど、正直ぶっちゃけどんなプレゼントが一番喜ばれるのかっていうことです。これプレゼント選ぶ側ともらう側で、実は欲しいプレゼントの形っていうのが違うっていうことが実験で明らかになっているんです。ある実験では、プレゼントを渡す人100人にどんなプレゼントをあげるといいと思いますかというような質問に対して、多くの人が相手のために一生懸命考えたプレゼントを渡したいですっていうふうに答えたんですよね。これ反対に、もらう側100人に対して、どんなプレゼントをもらったら嬉しいですかっていう風に質問したところ、自分のために一生懸命考えられたプレゼントよりも自分が欲しいと思うプレゼントを欲しいという風に回答したんです。これどういうことがじゃあ言えるかっていうと、例えば渡す側が、これあかりちゃんにすごく似合いそうなピアス見つけたんだけど、プレゼントだからあげるねという風に渡す側が言ったとしますよね。しかし実はこれ相手からすると、内心では、あーでも選んだ側が勝手に似合うとか判断されてもなとなってしまうということもあるんで、もちろんベースとしてプレゼントは何でももらったら嬉しいんですよ。ここはもう大前提として覚えていただきたいんですけど、ただもらうと最も喜ぶプレゼントは何かと聞かれた時には、実はこの実験結果からは、一生懸命時間を費やされたかどうかということよりも、自分が欲しいと思っているものをもらえるかどうかということに重きを置く傾向が高いということです。次2つ目にお話ししたいこととして、相手が欲しいものに沿ったプレゼントの選び方というものについてもお話ししていこうと思います。まずダメなパターンは、先ほどお話しした通り、あなたが勝手にこれは似合いそうみたいな風に予測だけで買ってしまうパターンは一番良くないです。何度も言うようですが、プレゼントをもらうのはベースとして誰もが嬉しいと思いますが、最も喜ぶプレゼントの選び方ということについてフォーカスしているので、そこを分かっていただきたいです。本当に喜ぶプレゼントの上げ方、とてもおすすめしたいのは、かなり細かくシーンの分けられたネット通販だったり総合販売店で買うのがおすすめで、統計でおすすめを出してくれるっていうのは、予測だけではなくて相手の欲しいものをある程度リサーチできるからです。ただ実際に物を買いに行くっていう風になってしまうと、店員さんの主観でこっちがいいんじゃないですかっていう風に物を売るためのセールスっていうことをされてしまうので、相手に喜ばれるための分析をできるだけ正確にやっていくのであれば、かなり細かく、ニーズなどが分けられたネット通販で買うのはかなりおすすめできます。今って結構いろいろなサイトで検索とかすれば、1個のお店では完結しないぐらいたくさんの商品って今出てくれるので、こう買う方ってすごく増えてきてると思うんですけど、私もそれは結構利用したりするので、プレゼントの選び方とかを知ってからは、意外と実店舗に行くよりもネット通販で買うことが多かったりします。とは言っても、じゃあどんなサイトだったりサービスを利用したら一番失敗が少ないかなっていう風に考える人もいると思うんですよね。プレゼントするっていう場面になると、どうしてもどういう風に選んだらいいのかなっていうのが分からなくなる人っていうのもいると思います。ということで、今回は私がめちゃくちゃおすすめしたいサイトを一つ紹介しながら、実際にプレゼントのいい選び方についてお話ししていこうと思います。それがタンプというサイトなんですけど、ギフト EC サイトではもうナンバーワン実績らしいです。通販イコールアマゾンみたいなイメージがあったので、今までこういうことはあんま気にしなかったんですけど、プレゼントにフォーカスしてるっていうのは、実際使ってみて探し方が全然簡単だなと思ってちょっとびっくりしてるんですけど、お店に行かなくてもいろんな商品のラインナップから買いたいっていう人とか、センスにあんまり自信がないけど相手が喜んでもらえるプレゼントを買いたいとか、SNS で送れるみたいなので、住所が知らなくても送れるみたいです。すごいですね。やっぱりあとは一番強いのは、そうでそういう風に細かくこうおすすめまで絞ってくれるっていうのがあるので、いい商品を絞り込めるっていうのはすごいいいなっていう風に思います。今回はちょっと私の友人兼
編集をお願いしているマリナっていう子がいるんですけど、結構ねたびたび動画でも出てくれてるんですけど、その子をちょっと想定してやってみたいと思います。まずはタンプというアプリがあるので、それをちょっとダウンロードして使っていこうと思うんですけど、一番上の方を見るとランキング、カテゴリー、ピックアップ、レビュー、ストーリーとかいろんなものが出ていて、ランキングもこういう風に分かります。グルメスイーツ部門だったら何かとか、インテリアとかが何かっていうのがありますね。まあここまでは正直普通の一般的な通販サイトとかではねあるかと思うんですけど、検索機能をタッチするとシーンと関係性を選択っていうのがあるんですよね。めちゃくちゃいろんなシーンが選べるんですよ。誕生日、記念日、お歳暮、中元、出産祝い、結婚祝い、こういうどこで買ったらいいのかわからないっていうようなシーンのものでもここでは全部選べちゃうんですよね。大枠のお祝いとかっていうものもあります。で、彼女とか彼氏とか女友達とか男友達とか、こういう風にどういう関係性であるのかっていうのも全部選べるんですよね。これはめちゃくちゃすごいいいかなと。ここまでシーンが細かく分けられてるサイトってなかなかないと思います。マリナはですね、誕生日とかじゃなくてお礼でちょっと選ぼうと思います。日頃ありがとうという気持ちで、で女友達で検索、こんな感じです。プラス価格っていうのもね選べるんですよね。お店とかに行ったりすると店員さんのおすすめとか言われちゃったら、なんかね想像よりも高いものを勧めてきたりとかってされた経験ありませんか？私は結構あるんですよ。これぐらい値段がいいなと思って買いに行って、おすすめなんですかとかって聞いて、これどうですかみたいな言われてふと見たら5万みたいな、えみたいなので、なんかこう思っちゃう時とかもあるんですけど、こういうネット通販とかになると自分で価格を全部選べたりとか、こういうシーンまで全部選べるっていうのがすごいいいですよね。1万5000円ぐらいでちょっと設定してみようと思います。まず新着がヘアボディシャンプー、おーめっちゃいいですね。夏季限定キューブラスク5つ入りクルール、お菓子系が多いかな。お酒とかそういったものもあります。人気は何なんだろう。リフトセット、リップ&ブラシ&入浴剤、これかわいいですね。ヒルナンデスでも紹介、とろけるチーズケーキ、こういうのは私が欲しいですね。カシミヤ 100% マフラーとかもある、ボディバターとかもありますね。すごいたくさんの種類のプレゼントの提案をしてくれるのでめちゃくちゃおすすめです。ギフトセットリップ&ブラシ&入浴剤、これちょっと人気1位なのでこれにしようかと思います。普通に可愛い。これはプレゼントっていうシチュエーションにおいて特化してるサイトなので、こういう風に下に行くとプレゼントであげる商品をすごい細かくコメントとして記載してあるんですよね。どういうラッピングができるかっていうのもオプションとかではついてるみたいです。カスタマーレビューなんていうのもありますね。そしたらちょっとこれをカートに入れてみましょう。女の子って本当にリップ何本持ってても嬉しいから、何を多分あげてもいいのかなっていう感じではあるんですけど、日本限定ピンクゴールドピンクをちょっと選ぼうと思います。次のコンパクトスタイラー、これねめっちゃ可愛いですよね。櫛ってなんか自分からすごいこう買おうっていう風に思ったりあんましないんですけど、もらうとめっちゃ嬉しいかもしれない。ちょっと可愛いと思ったローズゴールドを選ぼうと思います。入浴剤がありますね。まあバラといったらもう好きな色とかじゃなくてレッドにしようと思います。で、実は一回全く関係ない話になるんですけど、今日実は私の誕生日なんですよ。マネージャーさんとか事務所の方も知らなかったんですけど、なんと誕生日プレゼントをくださったんですよ私に実際送ってくれたプレゼントっていうのがあるんですけど、じゃん、出ました。こう見せれないんですけどこれで送ってきてくれたんですよ。なんとですね、3つも送ってくれました。ちょっと開封しようと思うんですけど、じゃじゃじゃーん、こんな感じです。この届いた状態でもうすでにラッピングがされているっていう、もう開けた瞬間からねもうハッピーですよね。これはね、まず1つ目はこちら、開けますね。中がですねこんな感じになっていて、え、すごい、え、なんかめちゃくちゃ入ってる。めっちゃいい匂いするんですけど、これはハンドクリームですね。私これの別の色使ったことあるんですけど、ハンドクリームとですね、ボディシャンプーと、え、これもう旅行とかの時にも使えるし、ね、普段使いもできる。あとこれは、あ、石鹸、小さい、なんていうんですかね、これたわしじゃない、え、なんていうんだろう、体をこう洗うと、あとはボディローションも入ってました。なんかこれはすごいめちゃくちゃいいのもらいました。ありがとうございます。女心も射止めつつ、見栄えも良く、そして多分お値段もすっごい高いとかっていうわけじゃないと思うので、あげる側ももらう側もすごいなんか得した気分になれるプレゼントかなと思います。二つ目なんですけど、じゃじゃん、こちらです。これは日本限定コールドパッケージ。あ、あれ？これフラワーリップって書いてる。さっき私がマリナにやって買ったやつと同じかもしれない。はい、こちらです。かわいい。
のピンクゴールドパッケージで、ここをなんかカチッて押すと、今押したんですけど、こうやって中が抜けるようなやつで、かわいい、めちゃくちゃかわいい、花柄になってるんですよ。中が見栄えもいいし、すごい持ち運びもねできて、あのかわいい形なので、ぜひこれから使いたいと思います。で最後はこちらです。何が入ってるのかわからない。何これ。これは入浴剤ですね。ブック型入浴剤っていう風になってるみたいで、いやめっちゃ可愛い。これなんかおしゃれ。最近半身浴が趣味で、こういうのあるとすごい嬉しいですね。ありがとうございます。いろんなこう幅があるものから選んでみて、何か相手に気持ちとして送れるものないかなっていう風に探すきっかけがあればいいかなっていう風に思います。ということで、今回紹介したタンプを少しまとめさせてもらうと、1つ目、住所を知らなくても相手に SNS を通してプレゼントを送ることができる。2つ目、予算に合わせてプレゼントを選ぶことができる。3つ目、2000以上の商品から相手に合ったものを選ぶことができる。4つ目、かなり細かいシーンを想定したプレゼント選びをすることができるでした。でなんと今タンプの新規会員登録をすると300円分のクーポンがもらえるみたいなので、少しお得にプレゼントを買うこともできます。もしも今までタンプを知らなかった人は、ぜひプレゼントを送るときに使ってみてください。動画の概要欄の方に今回紹介したタンプの URL は一応貼っとこうかなっていうふうに思うんですけど、プレゼント渡したい人がどんなプレゼントを渡せばいいかっていうのを調べた上で、その人に合ったものを渡せるようにこれから頑張ってください。では今回も最後までご清聴いただきありがとうございました。もしもこの動画が良ければ高評価とチャンネル登録をしていただけるとありがたいです。それではアイアンドでした。バイバーイ。うーばん。